CL ラウンド8でレアル・マドリードと激突したマンチェスター・シティ3シーズン連続での対戦となり両者はここ数年接戦を繰り広げてきた動画勝負は PK 戦までもつれる激闘を繰り広げたマンシーとレアルの CL ラウンド8セカンドレブのハイライト今シーズンも接戦となったこのカード最後はレアルが PK の末に勝利を収めたがどちらが勝ってもおかしくない試合展開だった 打ち合いのファーストレグとは一転して、ロースコアのまま試合が進む形になったセカンドレグ。シティは先制を許した後、幾度となくゴールに迫るも一点がどうかった。後半に入っても、入りそうで入らない嫌なムードがシティに漂っていたが、その雰囲気を一掃したのがジェレミー・ドクだ。ドクは72分にジャック・グリーリッシュに代わり、左ウィングとして出場。グリーリッシュのプレーも素晴らしかったが、 一点がどうしても欲しかったこともあり、ペップ・ブアルディオラにしては早めの決断だった。その決断はシティにとって大正解だった。グリーリッシュの対応に追われ、イエローカードを一枚もらっていたダニエル・カルバハルは疲労もあってドクのドリブルに翻弄された。左サイドに活気が生まれ、76分のケビン・デ・ブライネのゴールはドクの突破から始まっている。ドクはこの試合3回のドリブル成功。 3回のキーパス、3本のシュート3回のファウル獲得を記録。ドリブル成功数は両チームトップであり、キーパスの本数もロドリ、5本、ベルナルド・シューバ、4本、に次いでチーム3位タイ、アカンジもキーパス3回、となっている。72分からの出場で圧巻の記録を残している。グリーリッシュが相手ディフェンダーの体力を削っていたことも大きいが、 ドクが投入されてからシティの得点への期待は高まり、同選手がボールを持つとスタジアムからの歓声も大きくなった。結果的にシティは敗れてしまったものの、ドクからはシーズン序盤のワクワク感が感じられ、シーズン終盤に向けて期待が持てるパフォーマンスを見せてくれたと言えるだろう。データは、